車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今日はなんと BC フォージドに来ております。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、BC フォージド台湾の会社なんですけれども、アメリカでも非常に人気ですし、ヨーロッパアジアでも非常に人気のあるブランドなので、もしかしたら見てる方の中でも履いてるよなんていう方もいらっしゃると思うんですけども、その BC フォージドの本社の様子を今回詳しくご紹介させていただきたいと思います。でまず BC フォージド、台湾の中心、台中からほど近いところにある会社になります。もう規模感が半端じゃないです。こちら本社です。ご覧ください。とんでもないバカでかさです。ここで全部鍛造ホイール、それと、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、サスペンションの方も実はやっております。どっちかというとサスペンションの方が先で、その後ホイールの開発が始まった。だから創業して20年ぐらいの会社なんですけども、とてつもない規模でこのサスペンションとホイールを作っております。で今回その中を詳しくご紹介したいと思います。で流れとしては、これから本社ショールームを見ていただいて、あとは工場見学、工場の中でどんな風に作ってるのか見ていただいて、その後なんかすごい車がいろいろあるみたいなんで、それをお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは早速中に入ってみたいと思います。もう入り口がバカでかい。そして BC エンドレスイノベーションということで、終わらないイノベーションです。こんな感じです。すげえ。ご覧ください。まず本社入り口入ると、数々の輝かしい歴史が、これ見ていくと、アウディのレースに参戦して受賞したトロフィーとか、あとこっちは GT チャレンジアジアかな、この辺があったりとか。そうなんです、 BC フォージと数々レースにも参戦してますんで、その辺の、まあ、日本だとどうしてもドレスアップで使われているイメージが多いと思うんですけども、本社は社長がかなりレースに力入れてるということで、その辺に参加したトロフィーがこんな感じで展示されたりとか、もう他にもいろんな車種でレースに参加してるんで、そういった数々の受賞歴があります。やっぱりレースで使われてる、それだけ信頼性が高いってことですね。で下側にはもうこれホイール屋さんおなじみですね。ホイールになるまでの過程がこんな感じで展示されております。アルミの塊をプレスして、まあ鍛造のこのビレットっていうのにして、そこから大まかに削って、まあディスクだったりとかリムにもなってくると。で BC の場合もう全部自社生産です。あのリムもそうだし、ディスクもそうだし、何か買ってきてっていうのはもう大元のアルミの塊だけ、その他の工程に関しては全部自社生産なんで、まあ、それだけクオリティコントロールだったりとか納期のコントロールが全部できていると。これはとてつもないですね。そしてこっちはもうなんか美術品、ちょっと分かんないです。そしてこっちはサスペンションの展示が、 BC フォージド、ボンドチャンネルだとホイールでご紹介させていただく機会が多いと思うんですけども、一応 BC レーシングって言って、車庫長なんかにもかなり力を入れてる、というかもともとは車庫長が一番最初の成り立ちなんですよね。で車庫長で、まあ、得た技術で、まあ、ホイールに進化していったっていう感じです。でちなみに、マーケット的には一番アメリカがでかいらしいです。年間ホイールはなんと2万本以上削ってるそうです。従業員500人以上のとんでも会社でございます。そして入り口入るとこんな感じでポルシェのカップカーが、これ展示もめちゃくちゃかっこいいな。この辺のレーシングカーはなんと社長のもう半分趣味なのかな、レースに参戦する車でございます。 BC カラーになって、ホイールも BC が装着されております。そうなんです、もうこういったガチンコレースにもちゃんと通用するホイールってことです。まあ、もちろんレギュレーションの関係で、まあ、レースによっては、ホイール変えたりもするんですけれども、まあ、こういった普段乗りだったりとか練習用にこの BC のホイールを履いて、それだけ強度だったりだとか剛性が証明されてるって感じです。そしてですね、この出迎えたポルシェのカップカーの後ろ、こちらご覧ください。これ何かなと思ったら、一番最初の工作機械らしいです。ここに説明が書いてあるんですけど、1999年にこの機械を使って、まあ、部品を作り始めたところからがスタートらしいです。そこからどん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 事業規模が大きくなって、まあ、2000年ぐらいにはもうとてつもない受注を抱えて、その後2003年でこの機械が引退するらしいんですけども、それまで活躍したもう原点の機械っていう感じらしいです。
でこれ中国語で一番下に何て書いてあるのかなと思ったら、水を飲むときは水源を思い出してください、まあ、要は初心を忘れるなっていうことが書いてあるみたいです。で聞いたらなんか台湾のバスケットチームのスポンサーやってたりだとか、なんかマラソン の, その大会かなんかのスポンサーもやってるみたいで、なんと BC 製マラソンのメダル、こんなのやってたりとか、まあ、他にもいろんな NSX の多分カップもやってんじゃないかな、多分その辺のスポンサーでもやってるみたいで、この辺なんかも炭造の多分メダル、これちょっと欲しいですね。こんなのもやってたりします。そしてもうとにかくショールームめちゃくちゃ綺麗。そして今回は、まあ、ホイール特集ですからご覧ください。なんとこちらが BC フォージドホイールの原点でございます。これがもう一番最初に作られた BC のホイールらしいです。ちょっと純正ライクな感じですけれども、ここから進化して今のこのシャキンってしたのとか、ちょっと現代的なホイールになっていってるみたいです。さあそしてこちらがサンプルホイールの展示エリアです。こんな感じで、まあ、BC とにかく100今何十種類あるんじゃないかな、デザインがめちゃくちゃあるんで、まあ、全部の展示ではないんですけれども、まあ、人気のホイールだったりだとか新しいものがこんな感じで展示されてると。これがもう全部車種を問わず付けられるってこれやばくないですか。まあ、もちろんその車重だったりだとかサイズだったりによって、まあ、強度が足りないんでこれだと作れませんよっていうケースもあるんですけど、まあ、基本的にはもう車種選ばない、全部オーダーメイドで作りますんで、ホイールをだから探す時代終わった感じです。もう自分の車に合ったホイールを作る時代、もうインチもそうだしオフセットもそうだしフィニッシュも全部その方の好みでホイールが作れちゃう。だからこれも例えばもっとオフセット入ったのにすればすごいコンケーブしたホイールにもなるし、逆にすごく入ってもディスクをもっと出すなんてこともできるんで、まあ、そういった細かい相談なんかも全部できちゃう。それが納期約1ヶ月半ぐらいで手元に届くってこれもう革命だと思うんですよ。そして大事なのはこの裏側、このホイールってやっぱり裏側が大事なんですよね。やっぱり安価なものだったりだとかあんまり考えられてないものだったりすると、このホイールの裏側もまあ見てわかる感じですけど、 BC の場合全部丁寧に作られてると。だからこの辺なんかも軽量化のために穴開けてるんですけど、水がたまらないようにちゃんとここ水を掘ってあったりとか、そういったところも好きなく全部仕上がってると。このクオリティだともうちょっと値段納得って感じですね。本当にデザインがめちゃくちゃあるんで、まあ、まだ全部見たことないよっていう方はホームページ見ていただければきっと気に入るのが見つかるんじゃないかなと。そして気に入ったのがなかった場合でも、先ほども言いましたけどあくまでサンプルなんで、まあ、色を変えたりだとかこのコンケーブ具合を変えたりだとか、当然サイズを変えればこのスポークの長さが変わったりするんで、まあ、見た目が全然違ってくるんで、まあ、作り方次第で本当に自分に 100% マッチしたものが作れるんじゃないかと。正直僕も初めてショールーム見てみましたけど、あの想像の倍以上にすごかったです。このとてつもない広さ、これだけすごいショールームだと工場もとてつもなさそうです。そちらはじゃあこの後お届けいたします。それじゃあ早速ここからはどんな風にしてアルミの塊からホイールになっているのかをお届けしたいと思います。でまず一番最初の工程としてご覧いただきたいのがこちらです。アルミホイールには程遠いアルミの棒ですね。どのぐらいだろう、直径30センチぐらいのこのアルミの棒がもう山のように積まれてます。これがアルミホイールの元になるアルミの塊です。で当然これそのままでは使えませんので、こちらの奥この緑色の機械、この緑色の機械で輪切りにします。でちょうどセットされてるのが ありましたね。こんな感じでこれをこのノコギリみたいのでギコギコギコって切って必要なサイズにすると。でみんなこのアルミホイール作るのにこの状態からやってるかっていうと、あのこの状態からホイールを作ってるメーカーっていうのはもうほとんどない、もうかなり限られます。国内でも多分何社かしかないと思います。世界的に見ても多分かなり少ない、まあ、基本的にはもうこれよりもっと後の工程のものを買ってきてホイールにするっていうのがほとんどです。ただ BC の場合はちゃんとこのアルミの棒の状態から
使っていきます。で、当然これまだただのアルミの棒なんで鍛造されておりません。で、これをこの後の工程見てください。さあ、そしてこちらが先ほど見ていただいた電柱みたいなアルミの塊を切り出したこのブロックになります。で、これここに 41.55 とか書いてあるんですけど、これっていうのはこの後の工程で何インチのホイールを作るかによってこれを重量で管理してるそうです。だいたい41キロのやつは21インチぐらいって言ってました。なんで使用するアルミの分だけこの厚みを変えて切り出してこんな感じで用意します。先ほど重量別に切り出されたアルミのブロックはこのオーブン付きのベルトコンベヤーで温められてこちらの鍛造マシンに送られます。8000トンのプレス機でプレスします。要はアルミの塊をギュッて押し固めることによってアルミの強度が非常にアップします。これがいわゆる鍛造です。で、この8000トンプレスの機械も BC の場合2台入れてもうフル稼働です。熱を入れながらさっきのアルミの塊を上下でプレスして、で、この機械を入れてるホイールメーカーも多分世界的に見てもかなり少ない、おそらく国内でも数社しかないと思います。で、当然全部全自動です。鍛造マシンから出てきたプレスしたもの、これをこのベルトコンベヤー付きのオーブンで温めます。で、ずっと行ってずっと行ってずっと行って温められたものはこちらでこうギューって伸ばして筒の形にすると、あのフローフォームって聞いたことあると思うんですけど、ギューってこう回転させながら伸ばして成形するんですね。なんで、まあ、インチだったり形状に合わせて、まあ、いろんなジグがあって、それをこの機械で温めながらリムを引き伸ばすと、それで深リムにしたりとか、まあ、ちょうどアルミの状態からリムを作って成形するっていう過程をしているエリアがここです。そして先ほどの工程で見ていただいた鍛造プレスされたリムだったりだとかディスクだったりとかっていうのはこちらのジグにセットされて、これ何だと思いますか？実は、まあ、簡単に言うとオーブンみたいな感じです。刀とか作るのに鉄を厚くしてハンマーで叩いてその後ジューみたいなの見たことあると思うんですけど、それです。っていうのは金属は温めた後急速に冷却することでこう組織がすごく硬くなるんですね。それをするためにこの機械で400度って言ったかな、500度って言ったかな、6時間ぐらい温めてここの下、この四角いのこの中に水が溜まってるんですけど、そこにこうドボンとつけてジューってこう焼き入れをする機械です。で、どうしてもその焼くのに時間かかるんで、これに関しては、通常の稼働だと1日1回だけしかできないそうです。やっぱりその釜を温めるのもそうだし、焼くの自体6時間ぐらいかかるんで、まあ、これが非常に時間がかかる。そしてここから出てきたものに関してはそのまま使うんじゃなくて隣の釜、これ温度と焼く時間がまた違うらしいんですけど、ここでもう一回温めることによって、まあ、要は、まあ、焼き戻しとか焼きなまし、もう僕らさすがにそこまでは詳しくないんであれなんですけど、もう一回熱を入れることによってその金属、焼き入れただけの状態だと金属ってもろくもなっちゃうんですね。硬いだけじゃなくて、なんでそれを、ちょうどいい硬さにする。そして残留応力って言ってこう金属が変形して戻ろうとする力なんかを、まあ、この辺でコントロールしてもう一回温めるとっていう工程をして初めて素材の状態になります。さあ、そして続いてやってきたのはこちらです。なんとこの鍛造とあと焼き入れが終わったこのビレット置き場、これあの動画的には薄暗いしあのわけが分かんないんでちょっと微妙かもしれないんですけど、どうしてもお届けしたい。ご覧ください、このビレットの山、もう向こうから向こうまで全部バーッと、これ全部ホイールの元になるこの鍛造された焼き入れが終わったこのビレットです。これはもう受注に限らずもうとにかく作りまくって在庫しまくってるんで、もうインチによってもちろんサイズとか違うんですけども、これがあることによって納期が安定してると。
結局そのプレスする作業っていうのはもう1日に何回かしかできないんですけれども、まあ、削るのに関してはこれさえあればできちゃうんで、とにかくこれをめちゃくちゃ在庫して1ヶ月半ぐらいですかね、もう基本的にはまあ繁忙期でなければそのぐらいでお客様の元に届くホイールですけども、それを実現しているのがこの在庫の山ってことですね。でちなみに教えてもらったんですけど、このなんとなくこう平べったく置いてあるのもちゃんと理由があって、これ実は結構あのフロア上の方なんですけど、一箇所に置くとやっぱりあの建物が壊れちゃうそうですというわけでこうやってまんべんなく置いて建物が壊れないようにフォーメーションしてるらしいです。そしてですね、もう向こうにもリムのベースになる、もうあとだからフローフォーミングさえすればリムになる、もうリムも山ほど、まあ、特にアメリカ製炭素ホイールの場合だとこのコアがないとかリムが納期がかかって加工ができないなんていうケースも少なくないんですけども、 BC フォージド、それがなんで発生しないかというと実はこういう秘密があるんですね。なんでこういったことにも非常に力を入れております。